皆さんこんにちは、インスパイのことです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2016年6月4日ということで、うちの子供のですね、上の方の誕生日になります。おめでとうございます。今日土曜日になるんですが、明日日曜日に帰ってですね、お会いしたいと思っています。今日はですね、恒例になりましたが、今月以降にですね、お話をするセミナーや講演を、紹介していきたいなと思います。では早速ご覧ください。はい、もうすでに終わってしまいましたが、6月2日付、荒井商工会議所の方で、スマホ時代にインフラとなった LINE の活用術ということで、お話をさせていただきました。これが、まあ、実は2回目の内容になりまして、来週木曜日ですね、今度はこちらの、YouTube の活用ということで、お話をさせていただきます。これは、まあ、本当はね、全4回全部出ていただきたいんですけど、途中参加も大丈夫そうなので、YouTube から勉強したいよっていう方は、ぜひですね、申し込み来ていただければなと思います。はい、これ4回で5000円ですからね。2回、残り2回だとね、2500円ずつですけど、それでも格安ですから、ぜひお越しいただきたいなと思います。そして、翌週が出ますかね。あ、そうですね。先にこっち話しましょうかね。翌週なんですけど、最終回はですね、インスタグラムということで、インスタグラム活用ということもお話しますので、ぜひですね、お越しいただければなと思います。まあ一番ね、今、旬で話題のテーマじゃないかなと思いますので、ぜひお越しください。そして、6月の10日の方にですね、企業研修ということで、行う、ソーシャルメディア運用というテーマで行いますが、これはクローズドになっています。そしてですね、6月17日、こちらもクローズドなんですけど、ソーシャルメディア運用ということで企業研修します。そして6月23日ですね、愛媛県の新居浜商工会議所の方ですね、久しぶりに四国行きますね、リピートする秘訣ということで、お話をさせていただきます。愛媛久しぶりですね、楽しみにしております。そして翌日6月24日、まあ、実は6月23なんで前日入りの6月22にね、愛媛の方に入るんですけど、帰ってきまして、翌日24日に、これ結構大事ですね。中小、小規模事業者向け IT を活用し優秀な人材を獲得する方法ということで、採用を増やすためにどのようなホームページだったり、SNS の活用していったらいいかっていうことについて話します。おそらく、これはあんまりテーマとしてないんじゃないかなと思いますので、人材で困っている方は、ぜひですね、お越しいただきたいなと思います。まあ、ポイントいろいろ書いてますが、まあ、SNS と、あとですね、今、学校で教えている就職活動、そして、会社帰りじゃないね、求人向けのホームページが必要だということ、そして写真や動画を使ったアピール、そして SNS の活用、Facebook ページの活用なんかについて話します。ポイントですけど、ブランディングも大切だが、共感を得ることの方が重要と。多くの人材確保でなく、たった一人の優秀な人に出会うためにどうしたらいいか。そして、求人がなくても求人向けサイトを作ると、本業の売り上げも増加するということなどについて、話したいと思っています。はい、そしてですね、6月27日、こちらは、グローカル実践会というですね、今、コミュニティの勉強会をやっていますが、こちらの方のクローズドの勉強会がありまして、翌日、6月28日ですね、上越の商工会議所の方で、インスタグラムで新規客を獲得し、LINE アットでリピートさせる方法っていうですね、インスタと LINE アットの両方入ったものを今回お話しいたします。このテーマで2つするっていうのも結構珍しいですけど、これからちょっとこの2つをね、掛け合わせたものをたくさんやっていく予定です。ちょっとね、時間が短いんで、それぞれね、1時間ずつぐらいしか話せないんですけど、まあ、2つ同時に聞けるお得なチャンスなので、ぜひね、お越しいただきたいなと思います。そして、6月29日なんですけど、私運寺商工会、柴田の方にありますが、
ここで Facebook ページの初心者向けセミナーっていうのを行います。こちらは Facebook をまだやってない方でも結構ですし、やってるけど Facebook ページがないとかいう方でも結構ですので、ぜひね、参加お待ちしております。現在ですね、試運時商工会地区内の小規模事業者が対象ということになっているので、ちょっとね、それ以外の方は難しいかもしれませんが、お問い合わせいただければいいかなと思っております。はい。そして7月に入りますが、今度はですね、某業界クローズドということで、山梨県の方に来まして、まぁ、ちょっとね、宿泊伴うんですけど、公演の予定が入っています。そしてそこからですね、怒涛に始まるんですけど、茨城のひたちなかの方で、インスタグラムで新規客を獲得し、LINE アットでリピート。そして、クローズ研修がありまして、また愛媛行きます。7月13日、四国中央商工会議所の方で、リピーター作り、100事例ということで、お話をします。さらには、7月20日、福島の商工会議所の方に来まして、リピーター作りの仕組みということで、お話をいたします。そしてですね、長野の方の、佐久商工会議所、これまだちょっと確定ではないんですけど、Facebook の活用セミナーということで、これ実際のワークですね、パソコンがあって、実際に作業してもらうっていう形になるんですけど、行う予定になってますので、この辺もですね、実は2年前かな、2年前に佐久の商工会議所に行っているんですが、まあ、その続編みたいな形になりますので、ぜひ佐久の皆さん、お越しいただきたいなと思います。はい、続きましては、三重。伊勢志摩サミット終わったばかりですけど、今度私の方が、伊勢商工会所の方に来まして、さっきのテーマですね、インスタグラムで新客を獲得し、LINE アットリピートさせる方法ということでお話をします。そして、先日から出ているですね、新しい小冊子ですけど、こちらのですね、集客100事例ですが、ようやく第1回目が8月の4日に群馬県の富岡商工会議所で行います。これがおそらく今のところ初になってますね。本当はもっと早くあったんですけど、テーマがちょっと変わっちゃったので、8月に、初公開ということになります。で、翌5日ですけど、富山市、八尾山田商工会の方で、スマホを活用した SNS 反則集客というテーマでもお話をします。それから続々と出てきますね。加賀商工会議所、インスタと LINE アット、そして8月25、リアルネット集客の話などと、出てきます。で、9月に来ますと、山形商工会議所、長井商工会議所、そして秋田シリーズなんですけど、湯沢、横手、秋田市というふうに、伺う予定になってますので、こちらも、よろしくお願いいたします。そして、吉川市商工会、そして、茨城の美穂村商工会、これも2回目になりますが、お伺いしますので、楽しみにしておいてください。で10月は、堺出商工会議所、これは新しいテーマなんですけど、まあ、去年1回お話しましたが、オムニチャネルという切り口で、お話をする予定になっています。あとですね、続々とあります、竹富商工会議所、徳良、神山田商工会議所ですね。商工会、長野の方ですね。SNS 搬送活用ということで話します。そして山梨の甲府商工会議所、静岡の沼津商工会議所、群馬の伊勢崎商工会議所、長崎の伊勢早、商工会議所、青森の五所川原商工会議所、そして、群馬の、桐生商工会議所、で、長崎の佐世保商工会議所っていうところまでが決まっています。今年はですね、去年は結構リピーター一本だったんですが、今年はリピーターと、集客と、そして、インスタ、LINE アットと、ですかね、大きく3つのテーマで、プラスアルファですね。ということで、ちょっとね、忙しい感じになってるんですけど、講演で伺う予定です。今の感触で言うと、実は、ちょっとね、セミナーの入り方が早いですね。今まで、これ公開っていうか確定分だけなので、すでにですね、もう動いてるものがいっぱいあるんですけど、
検討中で、日程調整しているものがいっぱいあるんですが、ちょっとね、ペースが速い気がしています。そしてですね、これ、さっきも紹介しました、このこちらの本ですね、集客100事例の本なんですけど、昨日付けぐらいに、全国の商工会、商工会議所の方に、一斉に、発送されています。こちらの見本が届いていますので、それを受け取った、全国の商工会、会議所の方が、これを見てですね、ぜひ講演をお願いしたいっていう話が多分出てくると思いますので、これが来週以降ですね、多分ダダダダと入ってくるんじゃないかなと思いますので、思ったよりも今年は、ペースが早くて、去年以上にもしかしたら忙しくなるかなということで、去年の170本超えをするんじゃないかなっていう、感じになってきました。ということでですね、ちょっと画面戻しますが、まあ、そう言いながらもですね、ちょっとですね、まだ風邪なのかな、ちょっと喉の調子があんま良くなくて、なかなかね、咳が止まらない状態になっているので、早く治してですね、万全の状態でやっていきたいなと思っています。これは実はいろんなところに影響を与えていて、一応風邪かなと思っているので、なるべくね、早く治さなきゃと思ってですね、早く寝たりとか、休んだりっていうことをしたりですね、するので、仕事がですね、進まないっていうことと、あとは、動画をですね、撮らなきゃいけないものがいっぱいあるんですけど、なるべく喉を使わないようにしようと思ってるので、動画を撮るのもですね、ちょっとですね、5月から、止まってるんですよね。で、この辺もちょっと改善しなきゃいけないし、っていうことで、結構ですね、悩みがいっぱいあるんですけど、で、ちょっとあまりにもね、心配なんで、時間があればね、病院に行って、ちょっと見てもらおうかなと思ったりもするぐらいですね。ちょっとあまりにもね、長引いてます。5月の頭ぐらいから、もう1ヶ月ぐらいずっとこんな状態なんですよね。ついてるので、早く治したいなと思っています。まあ、これは年々ですね、風邪ひく頻度と、ひいてから治るまでの時間が、どんどんですね、頻度っていうかね、間隔は短くなるし、そして、かかったら治りにくくなるし、ということで、確実にね、年老いてきてるなっていう感じになってるので、まあ、この辺ね、体調管理、まあ、食べ物も含めて、やっていかなきゃいけないかなっていうふうに思っています。はい、ということですね、6月以降ということで、今回ね、ざっと見ていただいたんですけど、セミナーをですね、今度7月企画しなきゃいけなくて、で、ずっとですね、だいたい私が新潟の方でネットベース研究会ということでお話をさせていただいてるんですけど、7月のテーマをね、何にしようかなというふうに考えていて、もしかしたら初出しのですね、テーマになろうかな、やろうかなというふうに思っているのがあります。これはですね、もう2年ぐらい、3年かな、3年ぐらいかけてずっと集めていた、事例というかテーマがあるんですけど、こちらをついにね、初めて出そうかなと思っていますので、まあ、こちらの方もですね、楽しみに待っていただければなというふうに思っています。はい、ということですね、まあ、15分動画には、足りないような内容なんですけど、テーマの方、まあ、本当はね、もうちょっと詳しく一個一個話していけばいいんですけど、なんせですね、まだ、チラシとかね、案内のページが間に合ってないっていう感じなので、ちょっと詳しくね、お話しすることはできないんですけど、随時ですね、ページの方を更新してきますので、興味ある方は、チェックしておいてください。また、お伺いする、とこからちょっと離れてるんだけど、近くの住んでる方は、ぜひこの機会に近くの商工会さんなどに声をかけて、セミナーを企画してもらってもいいし、まあ、皆さんの会社が主催して、本当に少人数でも結構ですので、セミナーができればいいかなと思っています。で、なんだかんだ言ったらもう6月になっちゃったので、沖縄にね、行こうと思ってたんですが、なかなかね、それが叶わないままでいますけど、沖縄の、セミナーも今年はね、ぜひ完結したいと思っているので、できればね、その、あったかい時に行きたいので、まあ、6はもう無理かもしれませんが、7、8、9、ぐらいで、いければな、というふうにも思っています。ちょっとね、時間見つけて、スケジュール立てたいなと思っています。はい、ということでですね、今日は2016年6月以降の、セミナーを紹介しました。
ミスパンでした。ありがとうございました。バイバイ。